ポートレート by J. アークスレーベン、トーマス・ホルスフィールドは、アメリカ合衆国の医師、博物学者である。インドネシアで働き、多くの植物、動物について、記載した。後に、ロンドンの東インド外社博物館の学芸員となった。ペンシルバニア州のベスレヘムに生まれた。祖父のティモシー・ホルズフィールド、SR は、リバプール生まれで1725年に、 ニューヨークに移民として渡ってきた人物で肉屋を経営した後、ペンシルバニアに移住し、治安判事を務め、先住民から開拓民を守る軍の将校を務めた人物である。モラビア協会の学校で学んだ後、ペンシルバニア大学に入学し、夫教授のもとで薬学を学び、有毒ツタの研究をして卒業した。1790年に、 中国へ航海する商船の繊維となりジャワなど寄港し、薬用植物に強い興味を抱いた。1801年、バタビアのオランダ植民地軍のグニーとなり、インドネシアの植物、動物に興味を持ち、ナポレオン戦争の結果、オランダ領東、インドが2911年に、イギリスの東インド会社のジャワ副知事、トーマス・ラッフルズの統治を受けるようになると、友人となった。 ラッフルズの依頼で動植物の採集を行うようになった。1816年にオランダの支配が回復するとスマトラに移り、1819年に健康を害してロンドンに戻った。ロンドンでもラッフルズと交流し、ロンドンの東インド外社博物館の学芸員に任命され、東洋学者のウィルキンスの下で働いた。 東インド外社博物館で没するまで働き、地質学、植物学、動物学、昆虫学の分野で働いた。1820年にロンドンリンネ協会のフェローに選ばれ、後に副会長を務めた。1826年に創立されたロンドン動物学会の事務長を務め、1828年には王立協会の会員に選ばれた。 1833年に創立された王立ロンドン昆虫学会の創立者の一人である。ホースフは植物の学名で命名者を示す場合にトーマス・ホルスフィールドを示すのに使われる。ありがとうございます。